消防寺三道の石灯籠に王蔵消防寺は、滋賀県大津市にある新言集大御派の寺院。本尊は、千磁観世音菩薩。海山は、加賀国白山を開いた、大長である。三号は、岩間山。別称は、岩間寺。西国三十三所、第十二番札所。本尊新言、御馬皿たら巻陸祖赤子英華。 水上は伊豆くなる乱岩間寺岩宇津波は、小風の音消防寺は、11番上第五の東方、約4キロ、13番石山寺の南西約4キロ、滋賀県と京都府との府県境の一部をなす、岩間山南独の標高390メートルあたりに位置する。縁起によれば、岩礁天皇の病気平域期間に、河のあった隊長が、養老6年、 岩間山中の桂の大樹から、千樹だらにを監督し、その、桂の木で刀身の千樹観音像を刻んで、岩正天皇の念事物である、近藤千樹観音像をその体内に収め祀ったのが、当時の初めとされる。本尊の近藤千樹観音立像は、常実の岩正天皇の念事物で、当初の本尊の体内物とされたもの。造行は四寸八分。現在は、 本堂の三重の寿司に収められ、秘仏とされている。毎夜日没時に寿司を抜け出て136地獄を駆け巡って人々を救済し、日の出とともに岩間山へ戻る際には汗水区となっていると言われ、汗かき観音とも呼ばれている。1990年に365年ぶりに回避されたほか、2009年から2010年にかけて、 花山法王千年記を記念した、西国三十三所家チェーン会長の際にも、回避された。ありがとうございます。